ミスター M さん、チンニング見させてもらいました。私のね、ホームジムで唯一できないのがチンニングなんですよね。こういう懸垂ですよね。私もね、懸垂は得意な方だったんですよ。で、中学の頃からその懸垂のテストってあるじゃないですか。あれ私だけ群を抜いていたんですよね。それこそ学校で1番2番ぐらいだったんですよ。で、当時私野球部と空手部に両方いまして、体はもう鍛えまくってたんですよね。で、その250回連続で腕立て伏せをして、腹筋もして、逆立ちは首逆立ちを1分間してっていうのを1セットで、これを1日のうちに4セットしてね、トレーニングが終わるというね、そんな時期もありまして、私の自慢でした。それからというものを、高校に入ってね、高校ではその筋トレっていうのがなかなかできなかったんですけども、学校の筋トレルームってのに昼休み忍び込んで、そのプロテインフィットネスっていうね、なんか清涼飲料水があるんですけども、それを飲みながら、こうね、バーベル、ダンベルですか、バーベルか、バーベルね、あれをね、上げてた覚えがあります。私、最大でね、当時110キロまで上がったんですよ。17歳か18歳の時です。体にはね、ものすごく自信があったんですよね。それからというものを、20年間ぐらい、もうね、運動らしい運動しなくなっちゃったんですよね、大学入ってから。で、大学では軽音楽部だったんですけども、なんかその、もう腕太くてね、その名残で。で、海外のアーティストってみんなそのヘビーメタルの人とかね、もう体バキバキに太いじゃないですか。筋肉隆々でね、海外っていうかそのアメリカとかイギリスとかスウェーデンのみんな体でかい、2メートルぐらい体があるところから筋肉隆々なんで、まあまさにね、私はね、当時メアデスっていうね、スラッシュメタルバンドのコピーをしたりメタリカとかやってましたんでね、アイアンメイデンとか、まあ本当にその気でやってましたね。でもね、やっぱり今チンニング懸垂やるの怖いですね。すごく10回はちょっと無理なんじゃないかなと思うんですよ。で、その中でちょっとね、ご相談したいことがあるんですけども、私ちょっとね、チンニングのマシーンを買うところまでは思いもよらないんですけども、パワーラックとか、ただね、やっぱりこうドアのところでなんかつっかい棒みたいなんでこうチンニングするなんかバーみたいなのが1000円とか5000円とかで売ってると思うんですよ。それはどうなのかなと思うんですけども、なんかね、情報がありましたら教えていただきたいかなと思います。場合によっては私ね、買ってみてレビューしてみようかと思うんですよ。ドアにつけてドアが破損しないのかとか、実際に私の体重をね、この84キロ5キロを持ち上げてくれるのかとか、それからこうグッとやってる時にバシッとね、なんか落ちたりしないのかどうかとかね、あの辺もね、ちょっとまだ YouTube 動画で探したことはないんですけども、ちょっと自分の体で試してみようかなと思うんですよ。で、できればもうそれでね、越したことはないですしね。で、ミスター M さんが10回の2セット今日やってたじゃないですか。あそこまでにすぐはいけないですけども、ちょっと追いついてみようかなと思いますんで、なんかね、いろいろとありますね。懸垂だけはね、その辺の庭の木でやるってわけにもいかないんでね。チンニングはやっぱりパワーラック必要ですね。そういえば昔ブラカスタ下がり健康器、ああいうのが大ヒットして、大抵友達の家に行くとぶら下がり健康器がハンガーになってたみたいなね、なんか服がかかってたみたいな、洗濯物干してたみたいなのがありますけども、懐かしいですね。ということでね、なんかこれはやっちまった、これは使わなかったぞ、筋トレグッズみたいなのがあったら今度ね、紹介していただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。